収縮した状態覆面、中央に幅の狭い足足ひだなメクジレイビックオーリスあるとは、陸産の副足類の一つ。殻がないためナメクジの名があるが、別の系統に属し、外見的にもかなり異なる。殻のない巻き貝であり、その点ではナメクジと共通するが、体は腹肺方向にかなり扁平で、また上から見ると楕円型で、後ろが細くならない。 またあまり粘つかない。夜行性で装飾。農業害虫としても知られ、関東重血線中の中間宿主でもある。熱帯に広く分布し、日本では南西諸島に古くから知られた。腹肺から扁平で殻を持たない。活動中は長く伸びて80ミリメートルに達することもあるが、縮むと楕円型になる。背面は外頭膜に覆われる。その表面は、 粘液質が少なく、表面は下流状の突起で覆われる。その周辺部はややかどばり、前後の端は丸っこい。背面全体は、ほぼ黒く、小中線に沿って、高褐色の輪郭不明瞭な筋波がある。また、しばしば全体に、気褐色の反転が出る。覆面は縦に3分されており、その中央の細長い部分が足に当たり、その両側は縦溝で区切られる。 足の面には規則正しく横ひだがある。足の左右外側は外頭膜の裏面に当たる。足の前端の外頭膜下側のくぼみに頭がある。頭には触覚が2ついあり、その内の上側が長く、その先端に目がある。頭部右側腹面に有性生殖器があり、姿勢生,生殖口は外頭膜下面、右側中央少し後ろに開く。陸勢で 落葉や朽きの下などに生息する。台湾では低地に普通に見られるとするが、フィジーでは低地から標高のより高い地域まで森林から農地、草地まで生息するとある。夜行性で小型個体は夜しか動かず、大きい個体は涼しい時間なら昼間も活動するが、夜間に活動する傾向が強い。この種は乾燥地域に生息するための適用が、 随所に見られる。例えば背面の皮状になった皮膚や幅の狭い足は、蒸散を減らす効果があると見られる。フィジーでは、雨の多い時期に、個体群密度が大きくなり、最大では1平方メートルあたり20個体にも、達する。優性先熟性子誘導体であり、オスからメスに、性転換する。男性で陽性が0.5センチメートルから4センチメートルに、達するまでに7ヶ月を要する。 東、アフリカ、マダガスカルから、インド、スリランカ、東インド諸島から、南中国まで分布する。さらに、オーストラリア北部、ハワイなどからも知られる。それらの分布域の多くは移入であり、原産地はアフリカであろうと考えられている。日本では南西諸島から知られる。次年は沖縄県内の分布域として、沖縄島から石垣島。 オモ表島までの多くの島を挙げている。奄美では外来種として報告されている。他に本土でもたびたび確認されている。それらの地域には、例えば園芸植物などと共に持ち込まれ、温室から室外に進出したことなどが考えられている。食食性で農業害虫としても知られ、特にオーストラリアで著名である。加害される植物としてはトマト、キュウリ、 ほうれん草などがある。人間に被害が知られる、寄生虫である、関東充血泉虫の中間宿主であり、実際に沖縄では、この種において、その存在が確認されている。他に、アフリカの農民は、鳥のひながこれを食べた場合に有害であると伝える。以下、種として、内田ほか、P1057 以下、種として、ブロディバーカー。内田ほか、P1057。 内田ほか、P1057 ハットブロディバーカー知念 P349 たとえば西、松岡ブロディバーカー平ら,らほか、ハットブロディバーカー。ありがとうございます。